おはようございます。今日は遠野岳に登りたいと思います。7月にも遠野岳登ったんですけど、3時間半チャレンジ失敗しちゃったので、今回は必ず成功させてみせます。頑張ります。おお、今回のルートはもちろん大倉バス停から大倉尾根を通って遠野岳山頂を目指す、通称バカ尾根ルートです。登る前にご報告があります。皆様の5000円のおかげでチャンネル登録者数が30人を上回りました。これからもよろしくお願いします。ペコリー。こういうとこ泊まりたい？泊まりたい。綺麗じゃん。こっちちょっと見てみよう。見えるかなこれ。見えるんですよ。ちょっと休憩すか。綺麗だね。綺麗だね。もうでも600メートルしかないよ。ただ、はい、あと20メートル。おお。3時間1分。おお。3時間半クリアしたな。やったー。悔いなし。悔いなし。じゃあ。あと20メートル行こうか。はい。あそこにタッチしよう。はい。行きましょう。よし。娘さん。すんげえ汗かいてるよ。知ってる？ああ、やったー。お疲れ様でした。はい。お腹すいたー。飯食おう。はい。今日はイワシのパスタを作りますんで。イワシのパスタを作りますんで。はい。そのための材料を持ってきました。はい。まずこれが麺でしょ。これですね。で、これがオイルサーディンでしょ。これですね。で、これが刻み海苔。鷹の爪、醤油、半熟卵。はい。いいですか？はい。はい、じゃあ作ります。はい、頑張ってください。いただきます。うまい。じゃあ卵潰していってみて。え、卵潰すの？潰さない？潰さない派？すする派？すする派？すすっていいよ。そう、普通潰さない？え？あ、まあ。まあ、潰れたらから混ぜましょうかね。めっちゃうまい。本当？めっちゃおすすめ。おすすめ？イワシ合ってる？うん。オイルサーディン合ってる？合ってる。よかった。最後の仕上げの温泉卵も結構合ってる。かきまいた？かきました。うまい。あ、よかった。そば。美味しい。うまい。はい、今回も怪我なく登山を終えられました。そしてなんと。3時間アレンジ成功しましたー。で、私は正直言うと駒止茶屋あたりで結構バテてたので、登れるかな、3時間半チャレンジ失敗する気がするって思ったんですけど、成功できました。リベンジ、そうですね、リベンジ成功。今回も最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。この動画をご覧になった皆様はチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。コメント、リクエストなどもお待ちしております。次回の動画でまたお会いしましょう。See you! バイバーイ!